準備ができました。できましたね。二玉入りのラーメン。これはボリュームたっぷりですよ。これを、はい、一丁食いのザッキー対、はい、二丁食いの僕。あれですか。あ、箸が一つしかないじゃん。おいおいおい、やる気あんのかって話ですよこれ。へいへいへい。安心しな。え？箸ならあるぜ。出ました名シーン。名シーン再現だ。再現させてもらいました。そのためにチャス羽織ってたんですね。そうなんですよ。通りで怪しいなと思ったんだよ。箸ならあるぜ、ね。いやいや、万太郎のこの有名なシーン、はい、誰も知らないからこれ。のじ合いだと割り箸を隠されるなんてこともありますから。ない。本当にないから。そのためにここに仕込んでるってね。そんな人いないからマジ。よし、じゃあルールとしては。よし。二丁の僕対一丁のザッキー、はい、で一応負けたら罰ゲームがありました。ありますよ。僕が負けたら食いしん坊に出てくる同じく必殺技、はい、黒部のクジラ食い。これはきついわ。再現するという、めちゃめちゃしんどい。結構きつい罰ゲームがありますよ。きついですよね。ちょっと脱ごう。おー、よーいスタート。しゃいやー、いや多いなあ。伸びてるね。あ、でもまだ熱い。うん、左手がちゃんと生きてますね。ちゃんとすすれてるような気はします。普通咀嚼がきついんだよな。むずい。普通に食べてる人と戦ってますよね。あ、並ばすのなしよ。あちあちあち。うん、想像通りの味、うん、でもニンニクが効いてるわ。効いてるね、うん、男飯だね。もう間もなく1分経過です。水はね、水は余裕見せていいのかな。水飲みすぎたらやばい、うん、胃がやっぱ膨れちゃいますからね。水分の量もまた大事ですから大食いは。そしてペースですね。自分のペースで食べるのが一番。一気に両方戻しちゃったよね。減り具合としては減り具合としてはいやなかなか。さあもう間もなく、あれ、お、どうした。お、これは通天閣食いじゃねえかよ。おい、鳥貝のその麺がね、あの体に通るように立って食べるっていう、立った方が効率よくね、はい、麺が入っていくっていう通天閣食いを披露しちゃいましたよ。さあ2分半経過になります。量一緒だった。本当にごちそうさまでした。いやー美味しかったよ。どうしました。どうしましたか。めちゃくちゃ残ってるけど。ボロ負けじゃねえ。めちゃくちゃ残ってますけど。ボロ負けだ。いやそりゃそうだわ。そりゃそうよ。ということで、今回はザッキーの勝利。ありがとうございます。一応タイムとしては2分40秒51でした。あ、なかなかいいタイムなんじゃないですか。はい、どうでした。僕2丁ではちゃんと食べれてたでしょ。食べれてましたけど、うん、一丁食いのやっぱ一口で口に入れる量でやっぱ決まるんじゃないですかね、うん、まあ左手に頭取られるってのあるね。モタジムこのちゃん全然練習してたようにモテないっていうね。このやっぱ慌てちゃうとね。やっぱ試合となるとね、うん、もう僕が勝ってしまった。はい。
クジラ食いを次回やっていただきたいと思います。あんま食べたくないんだよなこういうので。いやいや、これはもうしょうがないですよね。残り2丁でじゃあ食べちゃってください。2丁で、うん、こうね、こういって、あ、そこをちゃんと分け合うみたいな、まあ、効率は確かにいいような気するけどね。ただね、うん、今のこの4ターンぐらいありました。こっちの1ターンでモテる。それを言っちゃうさ、うん、それは野望な話だよ。それは野望なんだよ。あとこれができない細かいのをすくうやつね。できない、できないか。ドンをまず持てない。なぜなら左手に箸持ってるからずっとこの位置じゃないと、ずっとこの位置になくて、体をこうしなきゃいけない身を寄せていかないといけない。でも並大抵の修行じゃできないってことでしたね。そんな1日2日の練習じゃもう甘いと。そうでしたね。そういうことですか。クジラ食いするかクジラ食いをね、じゃあ次回やっていただきましょうくそー、すいません土山先生。やりましたよ